はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、低病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病やがんに見てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血、骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がね、よりたくさんの方に届きますように願っております。はい、今日はちょっと朝から声がおかしいです。変に枯れてますね。ですね、今日はね、また違う同じ部屋の人の話なんですけども、同じ病室のね、あの兄ちゃんがね、また違う兄ちゃんなんですけどね、なんか食事制限を厳しく指導されてましてね、まあありますよね、食事制限もね。僕もね、骨髄移植をしてからね、まあ、生肉でしょ、生魚、生卵、漬物、キムチ、アルコールっていうこのね、 6種類なんですけど食べれないんですよね。生肉やったらユッケでしょ、で生魚やったらお刺身とか、まあお寿司ね、生卵やったらもう卵かけご飯、今は TKG と言われてますけどもね、まあキムチと漬物はまあ同じ種類ですね。とまあアルコールはまあ普段からはそんな飲まないんですけど、まあ 気温が上がってきて暑くなってきたらね、ビールが欲しくなりますよね。まあ、といった6種類の食材もね、まあ、どれも大好きなんですけどもね、まあ、かれこれ2018年の3月6日から食べてないんですよね。まあ、正式に言うと食べれてないというかね、止められてますんで、禁止されております。いや食べたいですよ、ほんまに食べたいですよ。味はね覚えてますからね、ちゃんとね記憶の中に残ってますんで、味はね、どんなに忘れたくても忘れられない、忘れようとするほどこう蘇ってくるね、あの感じがね、もうなんかどんだけ生き地獄やねんと思ってするんですけど、まあ、言ってたら気にないんでね、ちょこれぐらいにしときますけど、そうそう、その同じ病室のね兄ちゃんの話ね、こう厳しくね指導されている時にこんな会話が聞こえてきたんですよね。ちょっと数値が高いのでね、ご自身で買われたものを足控えてもらうと、まあ、少しはマシになってくるんですけども、コーラゼロやったらいいでしょう。コーラゼロもちょっとね、コーラゼロは普通のコーラに比べたらいけるってネットで見たら書いてたし、医学的にもいけるとか書いてたけど、まあ俺にはようわからんけどまあですね、病院で出されたものを食べるのは全く問題ないんですけども、例えば病院のあの下のコンビニでね買った甘いお菓子とかケーキ類、プリンなどね、スナック菓子も控えてください。あとまあ飲み物やったらあまり甘くないもので、コーヒーやったらブラックコーヒーを飲んでいただくとか、カフェオレみたいな甘い系はやめといてくださいね。あ、コーヒーはいつも飲んでるからね、いけるわ。ではあまり完食されないようにお願いしますと言ってね、先生はね帰っていきました。まあね、その病院の食事は出してもらえることは非常にありがたいんですけどね、まあ、例えば味覚障害がねあってもなくても、味付けがね、入院患者さんそれぞれお一人お一人の口にの好みには合わせれないのでねってね、いうのがあるらしくて、まあ、それを僕を担当してくれるあの管理栄養士の綺麗なお姉さんが言ってましたけども、まあ、できることといえばですね、まあ、硬いとか柔らかいとかっていうのぐらいらしいんですよ。ですね、その、まあ、常食という普通の、まあ、定食といいますか、食べることに何も障害もない人たちは食材を普通に調理してそのまま出してもらえるんですけども、まあ、僕みたいなその食事を飲み込みにくいとかね、喉が痛むとか
口内炎がひどくて口に食事を入れて噛む、歯で噛む時にその口内炎に当たって痛いとかって言いますと、障害がねある人たちっていうのは、まあ、食材をこう調理する工程の中で、まあ、一手間加えてあげてちょっと柔らかくしてあげることができるようなんです。もっと過酷な状態の患者さんでしたら、まあ、例えば奥歯でしっかり噛むことができない人とか、もう全く飲み込めない人とかやったら、こう流動食っていうようなねものもしてもらえますし、まあ、その患者さんの状態に合わせて硬いものから柔らかいもののレベルをね調整することができるということなんです。まあ、僕はそんな中おかずはちょっと柔らかめにしてもらってますけども、ご飯はねおかゆです。こう入院する直前までね、僕ねご飯もこのお米とおかゆというものもね、こう喉越しが痛くて食べれなかったんですけどもね、入院して治療していく中でこうおかゆは食べるようになりましたね。嬉しいことに家のおかゆと病院のおかゆがなんか違うんかなと思ったりするんですけども、まあ、この飲み玉のふりかけをね、かけて美味しくいただいております。 あとねあの魚あるでしょ、魚料理で、まあ、煮つけでも焼きでも食べるとね、こう喉の奥でねずっと魚の味というか匂いがね残るようになってしまって、今は一時的にちょっと魚は嫌いです。魚臭いんですよね、一時的にね。 あとねトマト煮ですわ。あるでしょ、あのピーマンとかナス類とかもそうなんですけども、なんか最終的にトマトの味しかせえへんくなる料理ね、何でもこうトマト缶というね、ホールトマトが入っているトマト缶をバーって入れたりして、こうグツグツ混ぜたら、もう最終的にそのお鍋はトマトの味にしかないへんっていう料理ね。あのトマトの、その、まあトマトの味がね、濃ゆくて、濃ゆすぎてね、みんな食べれないんですよね。こう濃ゆすぎて、舌が痛くなるという感じになってきているんですよ、今。だからまあ味覚障害はマシになってきてますけど、粘膜障害っていうのがねまだまだ健在ですね。ちょっと辛いですね。まあ、年末にね入院してる時はまだ味が薄いだの言って文句言ってたくせに、今は味が濃い言うてますからね。ほんまに人間というものはね、ほんま我が物な生き物なんだなというふうに感じました。もうそんな感じでした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。